ハラスメント。麺をすすって美味しく食べたい人と、麺すすり音を不快に感じる人との間に生まれる軋轢。どうして彼らはすするのですか？その方が絶対美味しいですから。すすらなくても美味しいですよ。私はこれからもすすっていきます。日本は好きだけど、あの音はちょっと苦手です。近年社会問題としてメディアにも取り上げられる。この軋轢を解消するべく生まれたのが、そう、麺すすり音カモフラージュ機能搭載フォーク、音彦。私たちはまず膨大な量の麺すすり音を収集、サンプル音のデータマイニングによって麺すすり音の特徴点を抽出、不快の音を解消するカモフラージュ音の開発に成功してできたのが、そう、音彦。ほら、このフォークの仕組みはシンプル。フォークの高性能集音マイクが麺すすり音を感知した瞬間、近距離無線通信で信号をアプリケーションへ送信。信号を検知するとスマホから即座にカモフラージュ音が再生される。そう、それが音彦。さあ、今まですすったことがない人も思い切って試してみてください。どうです？もっと美味しく感じるでしょ。音彦があれば文化の違いなんてすぐに乗り越えられるんです。すする文化の人もそうじゃない人も、麺をすすればすするほどみんな楽しくなってくる。ほら、こんな感じに。これからは好きなだけ麺をすすれる。そう、音彦ならね。